ヘイヨーケンツメシです、というわけでね、今回もクラッシュガイドやっていくわけなんですけどもですね、今日はですね、こちら、間違えた、こちら、ジャイサンスペ、のデッキです。で、ちょっとツイッターの方に書いて、俺、無課金ジャイサンスペっていう表現をして、ウッド入ってるのに無課金じゃなくね、それとか言われたんですけど、グラチャゲでも強くて、これ、このデッキは。俺も結構 BO3 とかでもこのデッキはよく使いますと。で、ウッドはね、多分ね、ショップで買ってる人多いのかなって思うのと、まあ、最悪ね、矢の飴で代用できたりするし、プリンスは初期カードだし、これはね、レアだし、まあ初期らへん、まあ、メガゴア途中から入ってくるんだけど、言うてね、メガゴアは万能なんでみんな持ってるんじゃないかなっていうところで、まあ、そういう表現をしました。TB にあるかな、ジャイエレキの、プリプリとかあるじゃないですか。ジャイプリプリのエレキとか、そこにディガ入っているデッキがあると思うんですけども、TB 乗ってないかな。そういうウルトラをふんだんに使ったデッキに比べたら、このホグデッキ、ジャイデッキっていうのは、まあ、敷居が低いんで、まあ、貧乏ジャイとかね、そういう呼び方もしようかなと思ったんですけど、貧乏ってやっぱ良くねえなと思って、無課金にしました。まあ、やや無課金ジャイサンスペということで。ちなみにマスケホグに比べて、アーチャー大砲のホグのことを貧乏ホグっていう名前で呼ばれてるんで、まあ、それにね、近いことを言いたかっただけですと。で、このジャイサンスペは俺今練習してます。はい。で、これはハンターとかやっぱこう、レベル必要だし、ディガーとかね、ここら辺がやっぱ敷居高いかなと思います。ウルトラ2枚っていうのがね。一応グラチャレ使ってて、まあ、こんな感じなんで、これは、後々仕上げるとして、今日はね、この、ジャイサンスペの、立ち回りをリプレイ解説ですね。一応、まあ、グロー入ってるんで、まあ、良きかなという感じで。んで、このね、この方に俺一回負けて、これはね、結構ね、俺のファイボが相手のネクロフトに当たんなかったっていう感じだったんで、もったいなかったですね。どの立ち回り見せようかな。俺、バルーン使って結構沼ってたんで、このゴレ戦はそんなに参考にならなかったですね。で、このラバーもそんなで、このディガポイもそんなだったかな。このね、三重子かな、見てほしいのは。うん。三重子ですね。じゃあこれ見ていきましょう。で、俺思うんだけど、多分昔、まあ俺が言ったか誰かが言ったかわかんないですけど、三重子相手に、まあ、てか三重子というか、所定一本相手に、その、ホグじゃなくて、ジャイアイスピーメガゴの形を出すといいよみたいなことを言ったと思うんですけど、なんか最近ね、そうじゃないなっていう気がしてきたんですよね。ちょっと待って、85% から進まん。86、はよ。今ね、これね、あれな、外で撮影してて、すげえ電波悪いんで、これ渋いっすね。はよ、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 はよ。で、編集すると縦画面できなくなっちゃうんですよ。あの、画質が落ちちゃうんで、なんで昨日の宝箱動画ね、とかは外で編集したんで、縦画面できないっていう事件です。で、ここでなんですけど、まず、相手初手一本置いてくるんですよ。で、ここで、まず5を。まあ、これはいいか。まあ、誰でもやるよねっていう。で、ここで、例えば、ジャイメガ5、アイスピ5っていう手札だっても、俺は5打ちますね。うん。か、ジャイケツ出しですね。まずは初手5アンパイですね。で、この時点でまあ三重子となってるの分かったんで、しっかりとユニット出しつつ、で、5を使った後なんでね、三重子をこう一気に出されると厄介なので、ここはね、しっかり受けてから作っていきます。で、これジャイ受けです。で、このジャイ受けすることによって、ストップしましょう。相手これ、エリクサーポンプと三重子が手札あるんですよ。なんで、このジャイに対して、まあゴーストだけで受けたらこっちのプリンスで押し切れちゃうんで、まあ三重子当ててくるだろうなってことで、ここでジャイ受け。で、5を打ってあげて、ザッパ温存します。一応、あれがあるんでね。ガゴ系をね、警戒しといて。で、ここで、右のマスキー一手にはアイスピ当てて、って感じですね。で、ジャイが一発、まあ、美味しく二発か。まあ、結果論で言えば、今の、二重石に5をザッパ打っとけば、ダメージ入ったっていうことになるんですが、まあ、そこでね、やっぱ、勝負急いでもダメかなと思って。で、ここ、ジャイ出そうか迷ったんですけど、まあ一回様子見るかと思ったら案の定相手がね、ポンプ出してきたんで、うまい方はここでジャイを追加して、まあ一気に詰ませるって感じかなと思います。で、この手札、まあザップ切ってファイブをポンプに打ったりする人いると思うんですけど、ここはジャイ後ろから展開する落ち着いて。しかも端前にジャイ出すんじゃなくて、後ろからゆっくりっすね。今まではここで端前にジャイ出してたんですけど、やっぱ後ろからね、ゆっくりが強いですね。で、ここでプリンス出してあげて、これはユーノが先行してくるの分かるんで、マスケは出さずに処理してあげると。
で、30シクベンで5ザップを高速で打ちますと。で、ここで、ゴースト系がね、来るかもしれなかったんで、しっかりウッドを抑えてから、はい、ギャング出させてからウッドっすね。で、ここで別に決めきらなくていいんで、ここで落ち着いて、ジャイを後ろから展開。で、相手はここでリポンっすね。で、このポンプに対して5をぶつけたいと思う方も多いと思うんですけど、まあ、そこに、ハマったらね、相手の思うツボなんで、しっかりとね、後ろから展開していきます。で、これ、2-1 でセパレした時って、もう、1体側にフルぶっぱして、2体側はもう5で防衛なんですよ。これ5で防衛してあげると、もうタワーダメージとね、あれで処理できるんで OK です。で、ここで、相手が防衛してくるとこに2体目ジャイ。これが強いですね。で、これターゲットプリンス行ってるんですが、しっかりとエリクサ溜まったらザップでターゲットジャイに戻してあげると、まあね、このプリンスが残りつつ、効果力は相手に叩き込んでくれるのかなっていうところですね。てな感じで、やっぱりこう、なんですかね。ポンプ置いた瞬間に攻め時だと思って、端前とか出しても、言うてこうカウンターもらっちゃうだけなんで、じっくり後ろから組み立てた方が強いかなと思います。これね、ガゴムレ三重視でもやっぱ同じことかなと思いますね。呪文がいっぱいあるんで。で、このペッカ戦、最初途中まで見てほしいですね。途中で、俺が、ミスって、結局引き分けになっちゃったんですけど、試合の状況はね、押したままで、終わってました。さあ、待って、85、おー、いった。さあ、これまず、初手はガン待ちですね。やることなかったら、まあ、ジャイをケツ出しぐらいですけど、まあ、基本やんないかなって感じですね。で、これ確か相手がゴブガイ置いてきて、で、これに対してはマスキ合わせますと。はい。マスキ合わせて、この時点で、ペッカーディガーの穴ポイかなとか思ったんで、ここは流していきます。で、ここジャイ出すかも迷ったんですけど、出さなくて正解でしたね。やっぱ不気味なんでね、デッキわかんない時に攻めるのは。なんで、ここは、出しつつですね。で、ここのエレキに対してのザッパ、まあ、シャーなしですね。今のアイスピが死んじゃったんで、で、ここはまず、ウッドで、ゴブガイ削ぎつつ、ファイブオンゾンしって感じですね。で、案の定ディガー来たんで、ここで、マスケ出すと。で、相手ここポイズン来るかなと思ったんで、まあ、来ましたと。で、この時点で相手の手札にゴブガイもあったんで、絶対相手置いてくるなと思ったんですよ。置いてくるなと思ったんで、こう、端前にジャイを構えて、来るであろうタイミングで、ジャイプリンス。で、相手はここで案の定ゴブガイを置いたと。ここはね、しっかりと相手の手札を読み切ってからの行動ですね。で、こうすることによって、まあこんな感じで相手のペッカスを追い出せると。なんで、ここで、ジャイを出して単体で、プリンスを右に出してもよかったかなとも思いつつ、でも、あれなんですよ。そうしたら多分、ジャイはダクプリとかで受けられちゃうんで、ここのね、攻めは俺正しかったかなと思います。で、メガゴで処理してあげて、ここをマスケ出します。で、ここで相手はペッカ回ってないんで、ゴブゴヤも。ここでの、ジャイ。これが強いですね。で、このエレキ飛ばすためのウッドやったんですけど、これもう一丁左やってれば、このダックプリがノックバックして、ダックプリにザップ打てば、多分このダックプリ突破して、このマスケが入ってたんで、で、ここでダメージをもうちょっと稼げたかなって感じです。なので今のウッドは、しっかりとマスケに来るユニットに当ててあげて、まあ、処理すればよかったかなと思います。みたいな感じで、ここからはもう、相手がね、学んで、ペッカをね、あんま出してこなくなっちゃったんで、苦しいかなって感じで、まあ、ここから削りまくって、結局相手のタワー残り、800ぐらいまで行って引き分けでしたね。はい、そんな感じで。なんで、攻め時っていうのは必ず見極めるのがおすすめです。で、このゴレかな。このゴレに対して、うまくいったので見てほしいです。ゴレに対してって、同サイジャイがやっぱ渋いんですよ。ケツジャイ、俺がやんない理由っていうのは、初手でいきなりね。同サイにゴレを重ねられた時しんどいんですよ。なんでやんないんですけど、だしゴレ使ってて、相手がジャイケツから出してきたとき、同サイドにゴレ出して、勝ったなって感じなんですけど、ここを俺甘えて、ジャイ出したんですよ。まあ、ゴレ、どうせゴレ来ないでしょみたいな。どうせ言うてゴレ来んやろと思って、ケツジャイした瞬間に来るんですよね、これ。まあ、待ちに待って、待ってるんですけどね。で、ここでウッドかザップ捌く人いると思うんですけど、ザップされた瞬間に、工場、コウモリディガーとか来たらしんどいし、ウッド咲いた瞬間にバレル来たらしんどいし、みたいな感じで、
やっぱ初手に俺、細かい呪文作なのでもったいないかなと思います。で、ここ、ジャイ出した瞬間に、ゴリラ攻めてきましたと。はいはいはい、苦しいのと。しかもプリンスこっちいねえから、やばいぞと。で、ここで手札回してあげて、様子見と。で、ここは、まだね、ユニット出さずに、遅めにプリンス出してあげます。で、ここウッド早かったら、まあ、このマスケ残ってたんですけど、まあ、処理されてしまうと。で、ザップ打って、このメガフに対してアイスピアしたかったけど、入らず、大ダメージを受けると。ただ、なんとか防衛。まあね、ここまで見たら、まあ、みんなね、まあ、ケンツ負けたと思うと思うんですけど、こっからっすね。まあ、今ね、エリクサエリポン一個分のアドバンテージあるんで、まあ、しんどいんですけど、まあ、この後ね、どうやって逆転してったのかっていうのを見てほしいです。はい、まずゴレ来る。で、ここで逆サイプリンス。ゴレ来た時の逆サイプリンスはされたら、まあまあ、鬱陶しいんで、飛ばすと。そしたら相手は、ダックプリで受けてきました。で、ここでも、右のゴレは絶対守れないと分かったんで、アドバンテージ取られてたんでね。ここで、ジャイを出して、メガゴ出して、まあ、相手トルネザップなんで、もう一気に、削っていく感じですね。で、プリンスも追加してあげて、はいはいはい。まあね、結構止めにくい形なんでね、ベビードラトルネじゃ。まあ、相手はかなりダメージ受けたと。で、この、ジャイプラスのダクネクなんですけど、ダクネがウッドプラスのファイアボール飛ぶんですよ、HP。なんで、ウッド使ってからのファイアボール。これが強い。で、メガゴ出して守ってあげてって感じですね。だからこの時点で、相手はもう、攻めすぎちゃったっていうやつですね。で、アドバンテージ、取り戻して、ゴレとジャイつったら、ジャイの方がやっぱ速度速いんで、この瞬間に、ゴレ出した瞬間に逆サイに、ジャイプラスのプリンス。んで、相手はメガゴから受けてきて、ダックプリ出すが、プリンスの方が強いと。なんで、ここで5打ってあげて、はい。で、ここのね、プリンスがね、強い。これ、アリーナタワーの攻撃食らないんですよ。なんか、地味にプリンスって射程があって、で、ここでダメージ入って勝ちということで。まあ、結構苦しい、まあ、ジャイをしてしまったんですが、逆サイドとかを積極的に攻めると、まあ、アドバンテージがね、取り返せるかなといった感じです。で、このクロスはもう、言うてっすね。言うて、まあ、細かいとこはないかな。まあ、うまくいった方なんですけどね。で、ここっすね。キングオブイランとナラヤンの、ジャイ同士の戦いですね。まあ、今日これがテーマなんですけど、ジャイ同士の立ち回りでどうするのが有利かっていうのをね、今日解説していきたいかなと思います。まずですね、まあ、ジャイは同サイのケツからっすね。はい。これ相手何もしてこない。で、相手同じなんですよ。掴んでるカードが。ちなみに初手ダクプリ来たら、これジャイをケツから合わせてマスケで防衛してカウンターっすね。プリンスが来ても同様ですね。逆サイドにつけってよりかはもう同サイドでケツから受けた方がいいかなっていった感じです。で、これは迷ってて、まあ、こっちが先にケツジャイ出すと。で、相手もケツジャイ。ただ逆サイドにやってきましたね。まあ、エレキとかいる場合は逆サイドにジャイ出すことによって、エレキでこう、簡単に防衛できるんで、守りが強いジャイデッキは逆サイドに出すのが強いらしいですね。で、これは、もう左、プリンスに対してメガゴアちゃん、マスケ当てたところでなんで、ここは防衛に使っていきます。で、5打たれても、このマスケにザップ打ったところで問題なんで、ここはしっかりと、美味しく、相手がザップ打ってこないんで、出していきますと。で、このプリンスはザップで突進だけ押さえてあげて、一発、まあまあ一発と。花粉症やべえ。で、これアドバンテージ取ってるんですよ。マスケのところに5を打ってもらったんで、その分だけアドバンテージが取れてるって感じですね。だけど、ここはしっかりと、ゆっくり後ろから、ゴーレムじゃない、ジャイを出してあげて、プリンス出して、まあ、マスケとかを出してあげてって感じですね。ウッドで、一回突進リセットすると、ある程度ね、ジャイが、パンチねじ込んでくれるんで、おすすめです。2発、1発か。1発ねじ込んでますね。で、ここのアイスピで止めつつ、まあ、マスケで防衛ですね。で、ここ、ザップ打ってあげて、メガゴ出してなんとか完封ですね。こっちはね、呪文を使えてるんで、相手の手札見たらわかると思うんですけど、相手呪文がね、詰まってるんですよね、手札で。で、まあ、こうやってメガゴにザップ打ったところで、みたいな感じですよね。で、なんとかジャイを
展開ですね。まあ、さっきのアドバンテージはね、あのジャイプリプリのプリプリの部分で取られちゃったんで、ここからね、巻き返していきます。早めのマスケ出してあげて、これ5遅いですね。ただ相手うまいのが、エレキをマスケにも届くように出してからの5。これによってザップ打たずにマスケを処理できるんで、これ相手うまかったですね。で、これザップ打ってあげて、エレキを飛ばしあげます。エレキ飛ばさないと、絶対負けちゃうんですよ、あの、同彩のあれで。で、ここね、プリンスがね、アイスピ食らわなくて、マスケが死んでしまうというアクシデント。なんで、ここはダメージアドバンテージ取られちゃいますが、まあ、なんとか防衛と。で、こういう右残りのメガゴにジャイつける人いるんですけど、絶対しちゃダメです。光栄が、もう生き生きしてる時しかジャイはつけんすんでしょうから。で、これ先に相手がジャイ出してきてくれたんで、ここは防衛でアドバンテージを取りたいなっていう感じになります。まず相手のメガゴを先に処理してあげて、はいはいはい。で、相手5打ってきて、ザップ打ってきたと。で、このマスケは別にどうでもいいんで、ここでカウンター。メガゴが呪文で死なないのと、プリンスが言うてダビーと。で、これ相手にカッツン入る。これ入んなくても、ダクプリが処理したとしても、この、ジャイメガゴプラスのこの呪文のご利用したらしんどいんでね。あそこで先に、相手がジャイ出してきて、そこにしかも呪文を使って強引に攻めてきた。だその結果、こっちがね、守り切ったっていうのが、勝敗のね、つけどころ、分かれるかなと思います。なんで、こう、粘り強く、相手の動きを見るっていうのが、この、ジャイ同士の戦いにおいては、マジで大事ですね。で、こっちの初手がね、今回こんな感じで、ジャイがねえと、言った感じなんですけど、相手がね、先にアイスピ出してきたんで、確か。これ、ウッドじゃなくてマスケで受けます。で、ファイブを打たれて、まあ、トントンと。ただ、ファイブ打ってきてくれたんで、ジャイを出しますと。で、相手もジャイを重ねてくると。まあ、ジャイに対してはマジケツジャイですね。で、ジャイの後ろには、プリンスと。相手もプリンス出していきます。で、こちらもメガゴ出していきます。で、これはもう、相手に5を打ってもらいたいんで、ここに出してます。で、ここ5。これね、マスケとプリンスにしか当たんないんですよね。いや、外したんだ。で、右にずけたんですね、これが。で、これはまず、ウッドで、プリンスを受けて、このマスケは、あれっすね、無視っす。ザップ打ってもいいんですけど、ザップ打つと、上の相手のリクスはわかると思うんですけど、アドバンテージ取られちゃうんですよね。なんで、ファイアーボール打った時に、プリンスとメガゴにしか当たんなかったじゃないですか。あの時点で俺のミスなんで、そのミスで取られたエリクスアドバンテージを取り戻すには、今のマスケをダメージ許容して受けるって感じですね。そうすることによってダメージは入るんですけども、まあエリクサーはね、トントンなので、一撃決めちゃえば勝てるって感じです。でタワーでユニット受けるときとかは、割とこう、あ、やべえと思って、まあダメージ許容して、エリクサーを巻き戻すかっていう感じで、やったりします。で、ここは、マスケ出してあげて、こう5を誘ってます。で、美味しく5を打たれて、この5打ったところで、このザップ打ちたくなるんですよね。これが美味しくて、で、この攻めは、もうマジで、アイスピとかね、メガゴとか、ウッドとか、ザップで処理すればいいんで、ここもダメージ許容してあげてからの、受けですね。で、このメガゴに対して相手は、ユニット出さないといけないんですよ。で、ここにジャイ重ねきったところで、位置が高いんで、こっちの方がエリクサー防衛使えるのが多いんですよね。なんで、ここで、相手のマスケがこっちのジャイに竹取った瞬間に、こっちのマスケで、相手のマスケを処理と。で、ここはね、突進ダメージ入っちゃうんで、ウッドでノックバックさせて、こっちのジャイ、こっちのプリンスをね、相手のジャイに当てますと。で、相手はね、マスケに対してファイアボール打ってくるの必死なんですけど、そうですね、ここだね、相手がもうここでユニット溜まったんでジャイと思って出してきたやつが、まあ、ダクプリ先行するし、まあ普通にこっちの方がエリクスあるし、自陣でね、防衛ってやっぱ強いんで、ユニットが残るわけです。なんで、ここでカウンターのジャイ出してあげて、で、ここにね、相手がね、高回転で呪文回してきて、ファイアーボールとかね、処理することもあるので、ユニットは重ねすぎず、ファイアーボールと、それ、以外のカードで攻めてあげて、感じですね。なんで、まあ、見たらわかると思うんですけど、こっちがね、メガゴとかで受けてあげて、そのメガゴに対して相手が、マスケとか出してきたのを、まあ、無視して、ジャイ展開して、そのままカウンターって感じで。細かいところでのね、修正がね、かなり大事なデッキになるかなと思います。というわけで、ジャイ3スペ、まあ、やや無課金。多分、ウッド持ってれば組めるって方が多いと思うので、ぜひね、グラチャゲとかで使ってみてください。では
ね、すみません、ちょっと鼻声だったんですけども、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いします。では、おつめし。